きっと。どの辺ぐらいまで切っちゃったか、この辺ぐらい。ちっちゃく切りたいな。そうだよね、ここら辺まだちょっと分かんないけど、なるべくこうちっちゃくこれからこう切って、はい、あ、手が切るんだ。予定としてだから鉄板が生きてるわけだけどね、上が。まあどのぐらいの塗装の下が腐ってるかってことですよね。そうそうそう、だからなるべくちっちゃく切っとけばこの穴が生きるんで、はいはい、純正のシルカバーがつきやすいですから。で、これをまずこう切って、蓋を全部取っ払って、何かしたいか少し。ここで下全部取るかな、切ってまずは。この上はここのマスキングのラインじゃないですか。うん、この下側で切って一応、はい、一応でこの内側はどの辺で切ってるの。内側はここでスポットだから、あ、もうスポットを、うん、1枚剥がして剥がしちゃって、うん、あれそれはボロって感じですね。うん、それでまず一発切ってみてたね。 でこの中があんま錆びてなければいけるけど、中がこんなグズグズだったらもう少し大きく切っていくかってとこかな。なるほど、雰囲気的に。だからここはまだ分かんないな俺は。ここは 切ってからっつうか、バラしてからだけど、なるべくこうちっちゃく切りたいけど、今のとこは理想はこの形ってことですね、うん、ただ切ってみてこう中に腐食が入っちゃってたらどんどん大きくなっていくかなって感じかな。わかりました。うん、じゃあこれ切り始めていくか。じゃあ切っちゃおう。中は錆びてないんだよね。行って。こういう中です。ここ。こっちが熱い。本当だ。だから錆びてるのはここの下のここだけなんですよ。新品だ色が。そんなあるんですね。なんでここがここでこの錆びたのって話になっちゃうんだけど。塩塗り込まれました。うん。なんだろうこれ。何。ここの床面が開いちゃってるんですよ、ね、あら、うん、フロアと汁がくっついてるとこ、はいはいはい、これが錆びてって床まで行っちゃったっていうとこかな。うん、ここも切って溶接で直すか。どうしようかな、まだ悩むけど。この野郎、ここなんだ、スポットを剥がしてるんですか。そうですね、スポット全部剥がして、ここがどうするのよって感じかな。あ、表面の錆を落として中が生きてるか確認する。そうですね、うん、こうなんていうか、後ろはダメだな。前かは、これから前は生きてるんですよ、そこそこ前は、はいはいはい、ちょっとダメなとこもあるけど、うん、これをどうしよう。この辺から後ろが厳しそうな感じなんですね。うん、これをどうしようかっていう、なるべく楽をしながら処理をするにもってところになるのかな。
折れ目を作ってるんですね。そうですね。そこまでができたと。こんな感じになるわけですね、結局。これ一回なんかバラして配線どかさないで溶接そこできないんで、きっと。うん、さすが燃えしちゃうと怒られるだろうから。こいつ強くなんかな、多少は。表にもう一個これがこう来て、でここにもう一個くんから、ここが3枚になって4枚か、シルカバンみたい。ほんとここは十分強度が入ると思うんだよね。この辺っていうのはもう全部残す感じなんですか？残す、切っちゃうかもしれないけど、何、寸法として残してあるんだって今は。これなくなっちゃったわけわかんなくなっちゃう。そう、わかんなくなっちゃうと。だから裏を溶接かなんかして寸法を決めたら取っていくか。なるほどですね。基本何もなくなっちゃうと寸法出しが厄介になるんで。面白いよな。もうこの辺何もいなくなっちゃったからね。なんでこういう車売るんだろうね。乗用車としてどう思うの、お前。まあ良くないですよね。いや良くないですよって軽く言うなよ。いや、これだからこの中古車業界の
良くないところでもって、日本全国、むしろ世界中でのババ抜きになってるんですよ、これ。だ元の発端で行くんだったら、この180を昔から乗ってて、まあこれが雪のせいで錆びちゃったのか、潮のせいだかわかんないですけど、その錆びちゃった時点でもって、車屋さんに売らないでちゃんと解体をするっていうことがなければ、そのババ抜き始まんないんですよ。そうだよな。けどそれを、まあ気がついたのか気がついたのかわかんないですけど、売っちゃって、車屋さんが買っちゃって。俺前だって長野から、あれだよ、伊那の方まで取りに行ったんだよ。はい、買ってくれって言うから。はい、あれ、持ってきたら、ここ、ジャッキ上げられなかったんだよ。あ、腐っちゃってて。そうそうそう。あれちゃんと俺エンジンとミッションだけ置いて捨てたからな。いや、それが一番正解なんですよね。そうだろ、はい、あそこまでなっちゃったらさすがに捨てるよね。でも結局どうしても中古車が分かってて買ってるんだったらいいんですよ。エンジン代とか部品代だと思って買って、バラして解体してくれればいいんですけど、それ普通に車として買っちゃうとマイナスになっちゃうんで、じゃあそれを、そのまま売っちゃうとかってするとこういうのが生まれるんですよね。まあでもここでもって直したんで、このババ抜きここで止まるんで、素晴らしいことですよね。素晴らしいけど、このお客さんかわいそうだよね。開かないの、そこで。頭おかしいんですよね、これおかしい。どこが俺計算してんだ。中が格好が分かんないだけにと、最後結局どっかでまとめなくちゃいけないんで、どこにつ。問題はね、問題児は。
うわ、計算がちょっと違うぞ。もうちょい下かもな。何時ぐらいでやってる？何時ぐらいでやるの？え？いいね。ここがそこだけやったら、うん、来週持ってきましょうか。そうですね、こっちちょっと格好つけて、うんうん、であとI'm sorry.
違ったところに、あっち。
ほぼ完成ですか、ね、ほぼ完成、あとは、残りのスポット入れて置いて、見違えりましたね。これ最後、今このスポットでこう点々点って打ってるじゃないですか、はい、うん、最後これビーって寄せするんですか。そう、全体的に全部やって、はい、普通の薄さにビーとはできないんで、薄いから、あ、ずっとあと点付けを全部やるんですよ、点付けで。ああ、もうくっつくぐらいの勢いでも点々点々点々、そうそう、ずっと点付けをしていって、それを解いて、はい、うん、パテと入れて解いて、じゃあ解いてパテ入れて、はいはいはい、うん、この出っ張りをなくすってことですよね。そうですね、はい、なるほど。大変ですね、やっぱこれ。